はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、シャドーバースやっていきたいと思います。で、今回はアンリミテッドの方で、ルミナス騎士団の旗印、この3コストアミュレットをキーカードとした、デッキでやっていきたいと思います。で、まあ、その、やっぱり、ルミナス騎士団の旗印は、指揮官カードが出るたびに、ステータスを11上げるという能力を持っているので、まあ、基本、そうですね。はい。指揮官を多めに入れてます。ただ、ワルツはね、必殺のバダウンとか、浄化の聖弾、優秀ですし、ガワインさんでコストを下げて、ローランを早く出すっていうのも強いかなということで、はい。兵士がね、2人は入っております。で、なんでイニシエの英雄が入ってるかってとこなんですけど、ローランからのイニシエの英雄が強いんですよね。はい。ローランを出した時に一緒に出てくるアミュレットであるデュランダルは、5以上のダメージを4に抑えてくれるので、イニシエの英雄は体力10あるんですよ。プラス、炎の悪撃とかバハムートとかが降臨しても死なないので、ダメージで削り切るしかないんですね。プラス必殺でも死なないから、かなり強いんですよ。ということで入れております。まあ実際それだけなんですけど、まああとはそうですね、まあちょっとピン刺しでたった1枚だけ、エンジシの大将軍入れております。あとはまあネクロ対策でオクトリス、まあエルフでリザが出てきたりした時も奪えるかなと。あとはそうですね、まあやっぱりフィニッシャーはアルベルとかになるのかなと思っております。今回はこのデッキでアンリミテッドを遊んでいきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それじゃあやっていきましょう。お相手さんはエールフさん。 OTK がきついので集合をいっぱい出していきたいところですね。ただまあこのデッキの集合ってオーリリアじゃないね、ダークセイバーメリッサもしくは、ローランといった感じ。まさかの1枚だけピン刺しで入ってるエンジシの大将軍引きますかね。キーカードであるあれも来てないので、ちょっと天使の泉、天使の泉、エルフで天使の泉が入ってるってどういうことですか。 OTK?ワンタンキル2ターン目の動きがない。どういうデッキか分かりません。ニュートラルじゃないよね。アミュレット天使の泉が入ってるフェアリーサークル、まあこれはね、よくある、よくある。あ、まさかまさかまさかの冥府ですか。ちょっとこっちキーカードが来てないんですけども、どうしましょうかね。まさかの冥府、オーマイゴッドですよこれは。ちょっとこれはびっくりだ。これで手札を増やしつつラストワードででかいフォロワーが来るけど、そいつも捨てるみたいな感じかな。うーわー、ガウェインでコスト下げたいけど、リーザのラストワード奪いたいですね。これは迷いどころ。ガーウィン進化でコスト全員下げれるんですが、ここはオクトリスで取っておきましょう。ちょっとこっちにね、ローランが見えてないから、あんまりお相手さんに手札をぐるぐる回らせるわけにもいかない。カツエルまで奪います。アバリティアということで、さあ次だ。お相手さんの5ターン目ですが、エルフ、冥府エルフはどういう感じなんだろう。スパルタクスロイヤルとかと一緒だと思うんですが、もう新たな運命を1枚使って、カーバンクル?ちょっとデッキに4枚増えるけどって感じかな。まあ、進化権回復できる、プラスドローできる、回復できるっていうのは強いですな。相打ち。そして残り 3PP。ヒット。フィットは、あれですよね。フィットを強化することによって、手札を1枚増やせるので、ここはガウェインに、先ほどのオクトリス進化で手に入った靴を履かせましょう。そして全員のコストが下がっていく。リオドさんは進化してそのまま置いてみましょうか。全てはこの日のために。で、ガウェインさんが生き残れば、いや、生き残らねえとは思うけど、
生き残ってくれればやばいよね。カーバングルのきらめき、回復しつつドローしつつ進化権を回復。フォロワーがいないってことはないと思うんですが、何かしら、まあ、さっきみたいに天使の泉プラス、対空射撃とかで取れると思うんですが、お相手さんの動きが止まったな。おっと、おっと、ガウェイン放置していいんですか。ローラン来ちゃったよ、ガウェインさん。 OK、 ローラン行くぞ。デュランダル、いや、ルミナス騎士団の旗印どこですか。オッケー、もうリオードさんも攻撃していきましょう。まあ消されるとしたらね、あの四天使の剣くらいだと思いますし、さて次は炎獅子の大将軍がいけそうですよ。お相手さんそろそろフォロワー並べていきたいところではあると思うんですが、どうだ、ここから2連続で新たなる運命されたらまだ大丈夫だね。新たなる運命2連続されても大丈夫。森嵐への報いとかでガウェインさんが死んじゃうんですが、やばいな、オクトリスがゼロコスになりそうですよこれ。え、ゼロコス兄さんってやばくない。四天使の剣持ってたか、分かっていたさ。四天使の剣、もしかしたら森嵐への報いとかを四天使の剣に変えてるのかな。まあアンリミテッドでもね、何でしたっけ、城塞ロイヤルだったり、あとなんだ、黄金都市とか、結構ニコストのアミュレットをキーワードとしたねデッキとか多いですから、取れないですよ。大分さん当たっておくって感じか。これ勝ちじゃないの。これ勝ちだよな。ガウェインさん、まあ、どこに進化切るか多分自由だと思うんですけど、まあ、ガウェインさんが残ってるんで攻撃することによってアルベールさんのコストが1下がるんですよ。で、ね、ドラゴンナイツのランスロット卿と合わせればいけるよねこれ。やばいね、ガウェインさん大活躍じゃん。旗印違う、え、レミナス騎士団の旗印どこですか。すいません、旗印どこですか。やばいでしょ。ランスロット、ランスロット、マイル行くぞ、からのニコストアルベール、駆け抜ける。ガウェインさん大活躍。いやー、これはちょっとガウェインさん活躍しすぎたんじゃないですか。さあ2戦目やっていきましょう。ステージはヴァンパイアで、お相手さんはビショップ、黄金都市かな。先行引きました。キーカードであるあのアミュレット持ってきたいところですが、序盤の動きも欲しいところ。白黒決闘だけキープでいきますか。うん、微妙。いや、まあ、3ターン目までに引きゃいいんでな。うん、3ターン目までに引こう。セリア2枚目、まあ、うん、まあ、4ターン目はイメラで、2ターン目はまあ1枚セリアを出していきましょう。リオードとかがね来てくれたら嬉しかったんですが、まあセリアさんエンハンスで使いたいっていう手もあるんですよね。聖堂の鉄球儀、黄金都市かな、多分黄金都市かな。ガウェイン、先行のガウェインは5ターン目からになるので、プラス先行だとな、手札がねちょっと少ないっていう点を考えると、ガウェインさんはねちょっと微妙なんですよね。ここを取った方が若干強いかなと思ったんですけど、黄金都市は出してこないのか、持ってない。え、黄金都市が入ってないビショップってなると何なんだ一体。これはPP を余さず使いたいので、オクトリスさんでいきます。満ちた世界は今日で勝つ。お相手さんの3ターン目、1コストのアミュレットプラス、黄金都市、黄金都市が入ってないってことはないと思うんですが、治癒の祈り、あーん、オクトリスさん、うん、帰ってきた。これガウェインでいきましょう。ガウェインさんに、進化権を切りたいというか、お相手さんがね進化権を切って、ガウェインを取ってきてくれることを願いましょう。武神雷さんからのあれか、あー、ガウェインさん残っちゃったよ。マジで、う
おう、マジ？ちょっとルミナスメイジ。あなたと共に希望の剣を。これセリアはエンハンス5で使ってあれしましょう。失踪させましょう。闇落ちさせましょうというか絶望してるだけなんですけど。さてこれはやばいんじゃないですか。死の宣告でも2体しか取れないから古の聖域、お相手さんは取りたいフォロワーが多すぎる。進化権をね、指揮官にタダで使える、ルミナスメイジ、攻撃するたんびに指揮官のコストが下がっていくガウェイン、進化しているセリア、取りたいフォロワーが多すぎる。これはどうなんだろうか。勝ったか。もうお相手さんの体力残り11。なんかアグロっぽい動きしているぞ。で、手札にね、イメラさん、いやー、どうでしょうか。オクトリスさん2コストで使えて、イメラさんも3コストで使える。失踪がいれば勝ち？どうだろうな。失踪がいれば勝ちなのか、これは。ガウェインが残った場合は、ガウェイン、旗印来た。これ勝ちだよね。はい。で、そうですね。進化権をルミナスナイト。イカズチよ。ルミナス騎士団。これで全員攻撃力1上げて、当たるプラス3コストのイメラさんを突進させて、守護を突破しつつ盤面に残って12点出したわ。ガーインさんが強すぎる。旗印があんまり活躍してない。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、旗印が全く活躍しなかったんで、もしかしたら旗印なくても全然強いのかもしれないですね。どうなんでしょうかね。先行後攻関わらずやっぱガーインって強いんだなって。進化権を切れて、進化権を使って、ガウィンさん進化して、手札の指揮官フォロワーをコストを下げると、プラスルミナスメイジとかのコストを下げると、4コストで、進化権指揮官に使い放題と、プラスローランも強いし、死にまくったら、NPC の大将軍がデッキから1回だけポンと出てくれる。これ旗印いらないんじゃね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。